地と満了されました。第4点でスタートしました。30メートルの扉が終わったり2点線パスが発散を始まり一気に混乱されていきました。発散の竹下が0番を展開されました。1番の泉田まずは逃げる。3番の竹下やや離されました。2番の永井その後ろ30点からは4番松永5番の福田まで6番の方を動かしていきます。前方争いは3番の竹下ベンチャーかける1番の1番の池田近づいてきました。内から3番の竹下ここは先頭争いかわしにかかりますが手前1番の池田大きな出られるかというところで3番の池田ここで捉えたが3番の竹下まだコースを下がれた3番では下がったが1番の池田5番の福田が抜け出してきました。そして4番の松永その後ろまだ後ろは8番の稲からかわせずこの辺りでは7番の後ろが先頭には3番の竹下まだ1番の三井田は2番手粘っています。しかしちょっと外を膨らんだかそれでも2番の長井はまだかわせずというところ。そして5番の福田8番の稲からの順7番の石田先頭の下に粘っていません。レースが残り1周を切りまして3番の竹下大きく抜け出してきます。まだ1番の一気が目立っている。さあ内から2番の長井その後ろ8番の稲原まだ差が出るというところ。さあ正面は2、3着争い2番の長井が近寄ってきます。1番の一気が狙い2番の長井に8番の稲原をやってきまして最終周回です。2番手2番の長井